うちの会社では部署を超えた交流会では名札をつける、名前と部署と簡単な自己紹介を書くやつ、見た目露骨にアフリカ系なおじさんの名札、部役職名名前変な外人、話しかけたら、おお私見ての通り外人、日本語にハンディキャップがあります。ですから誤解を招くこともあるかもしれませんが、どうぞご容赦願います。在日10年、外人がカタカナなのも確信犯だと俺は思う。知り合いの元米海軍中佐が塩辛と納豆と日本のお風呂大好きってくらいしかないな。家に来るたび風呂入ってたよ。自称変な外人のひょうきんなおっさんだった。空母の副艦長があんなんでよかったのか。俺は本屋でバイトしているんだけど、常連さんの中にすげえ男前の白人さんがいる。日本語も流暢でありがとうとか言ってくれるし、下手な日本人より礼儀正しい。でも買っていくのは8割方成人指定コミックなんだよな。しかも発売日までチェックしているらしく、新刊が出た日には大量に買っていく。ありがとうございましたとか言いながら内心複雑な俺。毒されてる。お兄さん毒されてるよ。先日100均で買い物していたら、東南アジア系の色の黒い可愛い系の男の子に声をかけられた。なんだろうと思っていたら、いきなり棚にあるスナック菓子を指して、すみません読んでくださいという。私が商品名を読むと繰り返しメモを取っている。こうやって勉強しているのかとちょっと感動してしまった。急いでいたのでどこから来たのか聞けなかったのが心残り。先日某伊東洋華にて晩ご飯何にしようかとカート転がしていたら、前方から190センチメートル超えの金髪碧眼のお兄さんが同じようにカートコロコロ、しかも顔も整っていて美形さんだなぁと見とれていたら、横の通路に腰の曲がったおじいさんが立っていた。あ、反対側に行きたいのかと自分が思う前にお兄さんカートを止めておじいさんに笑顔で合図。それに気づいたおじいさんは笑顔で返してゆっくり反対側へ。自分にも気づいて微笑んでくれた。おじいさんが商品棚の陰で見えなくなるまで笑顔で見送ったお兄さん、いい人だなぁとダスダス見つめていたら、自分の視線に気づいてえへへ照れまくり、そんな見ないでよとジェスチャーをやると、笑顔のままキビスを返して角で曲がろうとしたが、カゴの中のクッキーぶちまけてこけた。慌てて拾って視界から消えていった。和みまくったよお兄さん。後でレジが隣になって真っ赤になってた。